というわけで、そのトラックの、オレンジバージョンになりますね。シュブレーの、まあ、ある日本車をベースにしたマツダだったかと思ったんだけど、まあ、その日本車、マツダじゃないかもしれないですよね。まあ、その、モデルベースのトラックの、あれですね、オレンジバージョンでございまして、このオレンジバージョンも、またその、なかなかいい色具合でね、まあ当時私はその一車種時代っていうのが幼少期の時からあったんだけど、色違いバージョンが入ってんじゃないかと思ってね、で突っ込んでたんだけど、まあそのうち遊んでるうちにはこの色もいいかなっていう感じでね、結局全部気に入ってて遊んでたような記憶がありますね。結局いくつぐらいだろうな、もう6歳ぐらいの時に母親に全部燃やされたから、まあ4年間ぐらいから、4年じゃない、5歳ぐらいの時に母親に全部燃やされたから、まあ3年間ぐらいか、3年間って言って短い期間だったんですけども、まあ、短いその期間の中にこう遊んでいました。まあなかなか面白いですしね。まあ今でもこう子供心っていうのが頭の中にあるもんですから、まあ今でも時々出して遊んでしまうぐらいのね、ものになりますけども、まあなかなかのね、いいなっていう感じでございますね。うん、確かこれロデオとかって言ってトラックだったような気がするんですけどね。まあこれはまた一車種、まだ一車種残ってるんで、そっちの方でこう調べてね、動画を出してみようかなと思っております。どうもありがとうございました。